エチレンね珍しいね体のホルモンですね昔ね街灯えっとガスが使われててでその街灯のそばの街路樹の葉っぱが落ちちゃうなんだろうなーって。 これあの実は街路樹だけじゃなくていろんな場所でそれ報告されててなんでだろうって気になってたんだけどそのねガスの中にねこの街灯のガスの中にエチレンが入,エチレンが、えっと、入っててそのエチレンの影響で周りの植物の葉っぱとかが落ちたりしてたんですね。もももうううねエチレンの働きはもうこれがもう何より大事で 果実を落としたりとか。葉っぱを落としたりする。そんな現象の促進です。落下落葉の促進。理想形成なんて言われる、言われることもあるかもしれないけど、理想形成。理想。理想っていうのはね。これが茎で。でこっ。 で、葉っぱがこうある時にね,この,葉、えっと、ねこの葉っぱが落ちる時にここにね作られるね、特殊な細胞の集まりがあってそれが理想っていうんですね。 で理想ができると理想の細胞の、ね、こう細胞壁が崩壊していってこれポキッと折れて落葉することになります。ここが折れて落葉することになりますでそんなふうにねあのこの葉っぱが落ちる時にできる、えっと、特別な細胞たちが理想と言いますだからまあ落葉促進ってことでねつまりね越ンの働きはね あとねこれ聞いたことあるかもしれないけど、えっと、果実の成熟果実の成熟実際ね、えっと、バナナを熟すためにあバナナを熟させるためにエチレンガスがね今でも使われていますえっとこれ面白いんだけどこれね性のフィードバックで成熟した果実が 自自身身もも成熟した果実自身もエチレンを放出すするんですよでエチレンってこれ気体だから他の果実に影響を与えるじゃないですか気体ってこうものすごいスピードで拡散するんで,でそうすると他の果実も成熟するじゃないですかで成熟した他の果実もエチレン出すんですよであっという間に成熟がえっと進行することが知られてますまあこれが一番大事なエチレンの働きですエチレン 期待のホルモン機体のホルモン、ちょっと珍しいホルモンでした。